若手医師26歳、100日延期、月下限境200時間超え、自殺。病院側は過重労働は強制してない、まあ。勝手にやっただけでしょって言ってるんだよね。衣装でスタッフの皆様、貢献できてないのに仕事を増やしてご迷惑をおかけして、すいません。お母さんへ嫌な思いをさせてごめん。もっといい選択肢はあると思うけど、選べなかった。 これ病気だよね、この彼も精神病になっちゃってる医者がね、逆に病気になっちゃってるってね、なんかおかしいよね、ミイラ取りがミイラになるじゃないけどさだから休むべきだったってことなんだよね、結論はね、この子は立ち止まるべきだった、やめるべきだったってことなんだよね、でもなんでそれしなかったのかっていうと、プライドがあるんだよね、彼には。だってさ、 医者になるまでにさそのものすごい勉強時間とお金使ってるわけじゃないですかだからやめるってこと選択肢ないんだよねまああと親も医者だったと思うよおそらくね医者にするにはさお金がいるから医者の子は医者みたいな感じじゃないですかお父さんに相談すればよかったんじゃないのとか、まあ、いろいろ思うしまあ、別にこの仕事辞めたところでさ、ね、派遣の仕事とかさ なんか普通の仕事しててゃいいじゃんって思うわけですよ、まあ、26歳でまあでもこうやってねなんか、まあ、要はさうつっぽくなっちゃって、まあ、正当な判断ができないから自殺するわけで、まあ、医者に行ってないだけでね面食り行ってないだけで、まあ、病気って診断されてないけど、まあ、僕が自殺する人はある意味この病気だと思うんですよねこの精神病って意味でだからまあそんだけきつかったんですよ、まあ、かわいそううにって思う気持ちと まあ、死んじゃダメだろうって思う気持ち両方ですね僕は僕ニュースにはなってるんだけどなんか小さいよねこの事件をさだかソーダさんのさあのセクハラは結構テレビでさ流してるんだけどニュースでねこれなんか小さく扱ってるよね、まあ、おそらくでかく扱うとさこの医師会とかをさとがめなきゃいけなくなるから、まあ、その誰かのさ利権とかで 小さく報道しててのかななってそれもすごい嫌なんだよね電通の時と違うじゃん。電通の時はもっと、ね、大きく放道していたのにね。ってことで。で、まあ、僕の知ってる限りね、大学病院とかのこう若手医師とかで、このようにね、激務な人ってめちゃくちゃ多いんだよね。あの僕が親知らず抜きに行った時に、あの病院じゃ抜けなかったわけですよ。近所の、ね、クリニックじゃ。で、大学病院に行ったら、その先生もこんな感じの人で。 めっっっちゃ激務てて言っていたんですよねでそういう感じなんだってね若手医師っていうのは大学病院で昔からの伝統でね馬車馬のように働くらしいよ駆け出しの時はねでこれまあひどいよねでまあ何言いたいかっていうとさ要はこんだけあのネットでさ情報を取れるのにこの環境に飛び込んでしまって、まあ、こうなるとかさ先輩の話とかさ聞いて分かんなかったのかね こここはこういうとととこころだかかささりやすいとかさこういううねあのブラックな、まあ、組織だとかわかんなくて知らなくて入ったのかねなんでそんなこともわかんないんだろうって、まあ、単純に思うんだよねまあそれと同時に、まあ、これとかさもうアウトだからさ、まあ、医者でさその、まあ、学力あるのかもしれないけど労働法を知らなすぎてるよね。労基所に行ってさあの どバンバンこ動いちゃえばよかったんだよこの医者やりながらもね、まあ、おそらくその時間とか判断能力とか考える隙もなかったんだろうね気の毒になと思うだからこうやって働いていてさおかしいって自分で思ったら違和感があったらさ、まあ、法的にもおかしいわけよそういう場合はまあすぐもうと止まる立ち止まるべきそれでしっかりこういうの法律とこの会社のねやり方がちゃんと合ってるのか、まあ、おそらく違反してる違法行為してるところが多いから うん、訴えて次の職場探すのみだよ別にこの人がさあの何かか分かんないけどさ医療関係でいくらでも仕事あったと思うんだよねだからとっととやめて訴えるそのシンプルなことなんでできなかったのかなって思うんだよねでこういうさ、まあ、あの組織っていうのはもうでかくて強いからさ海洋に変えられないんだよねだからバンバン訴えて自分の身は自分で守る、まあ、それをやるだけなんだよっていうことですね はい、以上です。どうもありがとうございます。この方のね、えー、ご冥福をお祈りいたします。